はい、最後は当たり前の話をして終わりたいと思います。はい。まあ、日本人が納税したかったら、はい、政治家とかね、はい、追徴課税を食らうのは当たり前ですよね。はい、食らえこの野郎って思ってますが、それ置いといて、はい、政治家の話じゃありません。はい。永住者。ね。外国から来て、永住権取って、しばらくいますっていう人たち。もう当然納税義務があるわけだね。うん、国籍持つ以前の問題として。で、ようやくというかさ、入管法改正案かな永住権持ってるけど、納税せずにずーっと嫌がるやつは、永住権剥奪しようぜっていう議論がようやく始まったみたい。はい。めちゃくちゃ当たり前だと思いますね。なぜ今までやってなかったのか。何今更言ってんの？当たり前だろって。前さ、ね、こう、難民申請が通らないから、獄中で病気になっちまったとか言ってんだけど、いや、国に帰れっつってんやないかいって話ね。強制送還断ってるから悪いんだろって話やん。ね。人の命が大事？いや、自国でちゃんと立派な医療を受けてくださいよ、金出して。はい。金がないから日本の難民申請、難民になってタダで医療を受けたいですって、お前死ねこらやろって思うじゃんね。あ、実際死んだわけだから。うん。別に、命が大事じゃないとか言いたかないけど、もうそれはさ、ちゃんと我が国に来て、ルールを守ってる上で、ね、一応社会の歯車になる気があってさ、なりきれなくて、まあ多少閉じるぐらいだったら、まあですよ。合に行っては合に従わないわ、税金払わないわ、あげくの果て難民申請しようとして牢獄に居座るわ。ね。そんな連中に、ね、永住権なんて与える義理はないし、国籍なんて与える義理もないし。はい。ね。もうさ、めんどくさいからさ、海に投棄してればいいと思う。あ、それやったら怒られるか、さすがに人道的に怒られるか。じゃあ、ね、船に乗せてあげて、こう自動操縦のせいで自国へドーンって送り返してあげるんじゃない？はい。一応なんだ、一月分ぐらい食料乗っけとけばなんとか立てつくじゃん。どうだろう。はい。ね。あ、この間のクルーザーじゃないけど飛び降りて帰ってきちゃうか。ね。韓国戦にしてなきゃダメだね。できるかどうかは言わないけど。でもさ、こういう普通って愛機を、ね、日本じゃなくて、まさにグローバルスタンダードです。他の国は当たり前にやってることを、我が国もいい加減やるべきだと思いますよ。はい。その対応して、日本人がやったら対応されるんだから。まあ日本人はやらないけど、基本的には。それを、ちゃんと我が国も他の国にされることを日本もするっていう状況にまず立ってこそ。ね、対等じゃないっていうのがおかしいと思うんですよ。まずはさ、ね、国同士が、人同士が、はい、ね、対等になって、まさにそれこそが外交としてさ、まずはスタンドに立つっていうところだと思うんですよ。はい。まあ、そのためには日本も軍隊を持ってた話なんだけどさ、まあ、それも置いといて、まずは、ね、この、永住権欲しいんだったら、税に払えと。税金だよ。うん。ちゃんと、余計に金払えっつってやるよ。ちゃんと経済活動して、日本人と同等の税率をかけられて税金払ってるんなら、まあいいんじゃない？まあそれぐらいやれよって。うん。できないなら国帰れって。はい。そこからだと思いますよ。はい。日本に来たいのはいいけど、まあ今で言うけど、日本に骨を埋めてか銭を払って社会の歯車になる気がない人は、お国にお帰りください。よろしくお願いします。ありがとうございました。